前のガーネットさんからもメールいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。以前長崎の九十九島の無人島にシーカヤックで渡り一泊しました。きっと、星の明かりだけで過ごした貴重な体験をしました。あ、もうこれはやったことないです。友達さんやったことないかもしれないですけど、僕ねシーカヤックを乗ったことあるんですよ。シーカヤックは、はい、大丈夫、ね、あれはまたこう目線が水面海面に近いから、本当にこう滑っていくように、そうそうそう、ね、穏やかにですね。そう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 、あの爽快感いいですよね、うん、その九十九島もですね、うん、それこそ対馬とか、はい、いろんなところでシーカヤックできまして、それぞれまた景色が違いますので、はい、楽しんでいただけると思います。ぜひ対馬でも、うん、また言いますけど1日しかなかったんで、シーカヤック楽しんですよって終わったんですよ。それが行きたいのにみたいな。あれ楽しいよね。あれいいよね。やっぱ終わりいいことだ。ぜひ今度やらせてください、はい、ぜひともやりたいと思います、はい、まだ行ける方もたくさん来てるんですよ。次はですね、うん、南区のとしくんさんです、はい、ふみちゃん、おっか、中丁場、ご苦労様ですと。ありがとうございます。長崎は毎年ランタンフェスティバルに行き、幻想的な夜の長崎を楽しんでいます。ありがとうございます。そして必ず食べるのが吉宗の大きな茶碗蒸しと桃太郎の少し小ぶりの豚まん、はい、いつも10個をペロリと食べてしまいます。そして駅からすぐの、やっと食べれるんです10個食べれます、ね、そして駅からすぐの西坂の26ページから見える長崎港や稲佐山からの市内の夜景は何度見ても素晴らしいと思います。今年は秋のお盆地に行きたいと思っています。楽しむポイントがあったらぜひお願いします。はい、もうぜひ、もうこの方はでも結構楽しまれてますよね。十分楽しまれてますけど、あの長崎くんち毎年10月の7、8、9にあるんですけれども、はい、あの毎年あの出し物が違うんですね。はい、あの 各踊り町が出し物をいろいろ、はい、あのそれこそ踊り町で1個出し物を持ってるんですけど、はい、今年はあの蛇踊りが出ますので。あ、はい、有名ですよね。そういうことなんですか。毎年じゃないんですか。毎年蛇踊り実は出ない年もあるんですよ。それは知りませんでした、はい。結構あの蛇踊りをあの行う踊り町っていうのがいくつかあって順番に回ってるので大体は出るんですけど、中には出ない年もあって、知らなかった。そういう時は例えば特別出演したりもしてるんですけれども。なるほど。でおくんちはですね、会場で見るのがもちろんいいんですけれども、諏訪神社という神社があって、はい、そこがもう一番の会場になるんですけど、もういいんですけれども、あの町の中であのおくんちの踊り町がですね、あのお礼参りのような形でお世話になったところに、はい、あの出し物を見せに行くんですよね。なるほどなるほど、はい、であのこのファックスにあったようにですね、例えばあの、よっそうっていうんですけど、大きな、はい、茶碗蒸しが有名な店で、吉宗と書いて、はい、よっそうと読むんですけれども、うん、こういったとあの老舗のところとかですね、はい、よくその茶踊りがそのお店に、はい、行ったりするので、そ の, あの踊り場を追いかけていくのもお口の楽しみの一つですね。これはちょっと友達さんに聞かないと分かんなかった ね私たちが。いい情報。はい、追っかけがいるんです。おくんちの追っかけがみんな。なるほど、アイドルみたいな。ねえ、おくんちならではです。はい、じゃあともちさん、まだまだメッセージ来てますので、次の時間にもぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ今日はですね、ともちさんにはもちろんのこと、長崎ではこんなところが好きですとか、こんなとこ行きましたというメッセージ大募集しております。すべ、はい、てのメッセージの中から1名の方に、平戸和牛フェア開催中の平戸市から平戸牛ステーキ1万円相当、最高ランク A5 200g 5万円をプレゼントさせていただきたいと思います。すごいこれは。ぜひフルーツメッセージご応募ください、はい、宛先はこちらです。 E メールは長崎 @kbc.co.jp、 アルファベットは全部小文字で長崎 @kbc.co.jp、 そしてファックスは福岡092-722-4242、092-722-4242まで皆さんお待ちしております。大丸福岡天神店エルガーラパサージュ広場からの公開生放送 KBC ラジオ長崎フェスタ、この後は KBC ラジオ第2スタジオからニュースと天気予報をお送りします。酎ハイ好きシェフ川端さんの場合、キリンのノンアルコール酎ハイ、それってジュースじゃないんですか。続きは20秒後。ゼッキャンゼッキャン、こんなところじゃないっしょと。いいのこそな、仕事ですか。なんでよ
報被害を受けたとして関東地方と広島県の住民合わせて6人が昨日国に1人100万円の損害賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に起こしました。低周波音は 100Hz 以下の低い音で影響に個人差があるとされています。原告代理人によりますと低周波音をめぐってメーカーなどを相手取った訴訟が全国で4件起きていますが国の規制を問う訴訟は初めてということです。政府の犯罪対策閣僚会議は昨日刑務所を出所してから2年以内に再び入所する再犯者の割合を今後10年間で2割以上減らす目標を盛り込んだ再犯防止対策をまとめました。逮捕や補導による検挙者全体のおよそ4割を占めている再犯者を減らすことで効果的に犯罪を抑止する狙いがあります。取り組みの中心となる法務省によりますと再犯防止で具体的な数値目標を定めたのは今回が初めてです。厚生労働省など各省庁と協力して対策を進めるには目標が必要と判断し出所者の支援策から得られる効果を想定して設定しました。法務省によりますと刑務所を出てから再び罪を犯して刑務所に戻ってくる再入率は出所後2年以内の人の割合が最も多く2006年から2010年の5年間では平均 20% です。出所者は毎年3万人前後で推移しておりおよそ6000人が2年以内に戻ってくる計算になります。アメリカマイクロソフトが19日発表した今年4月から6月期決算は純損益が4億9200万ドルおよそ390億円の赤字となりました。1986年に上場してから初めて四半期ベースで赤字を出しました。2007年に買収したインターネット広告会社アクアンティブが業績不振のため企業価値を低く見直し買収した金額とほぼ同じ62億ドルおよそ4900億円を損失として計上したことが響きました。ただ売上高は 4% 増の180億5900万ドルおよそ1兆4200億円でした。主力の業務用ソフト、オフィスなどビジネス部門が堅調でゲーム機 XBOX360 の娯楽部門も伸びたためです。この時間の KBC 朝日新聞ニュース浜田がお伝えしました。変わっては KBC 天気予報です。今日の九州北部地方は暖かい湿った空気が流れ込んで大気の状態が不安定となっています。このため雲が広がり雷雲が発達して時々雨が降るでしょう。夕方にかけては雷を伴って非常に激しく降るところもありそうです。土砂災害や河川の増水などには警戒してください。また落雷や突風にも注意が必要です。明日日曜日も雲が広がり時々雨が降るでしょう。雷を伴って雨の強く降るところもありそうです。明日日中の最高気温は30度前後の予想で蒸し暑い見込みです。なお北部沿岸の海域では明日にかけて多少波のある程度でしょう。以上お天気でした。マスキアスタローです。髪が薄くなってヘアスタイルがうまく決まらない。奥様や子供のためにもかっこいい髪型にしたい。そんな髪の悩みをどうにかしたいあなた、僕も愛用しているスベンソン式増毛法を試してみませんか？シャンプーもドライヤーも OK、 寝るときだってこのままで OK、 ヘアカラーもパーマもできる。ヘアスタイルだって自由自在、アレンジだって思い通り、自分の髪と同じ感覚で毎日を楽しめるんです。それがスベンソン式増毛法。見た目も心も若々しく元気になれますよ。松木安太郎さんも愛用しているスベンソン式増毛法で、あなたも素敵なヘアスタイルにしてみませんか？今なら無料モニター実施中。まずは最新カタログをご覧ください。お問い合わせは 0120-37-6074 37-6074、フリーダイヤル 37-MURENASH スベンソンです。5時間55分の公開生放送 ABC ラジオ長崎フェスタ。
送りしています。はい、あなたちょっとマイクのスイッチ上げると忘れてましたね。なんで言うの？言わなかったらわからないのに。動揺が出てたから。あ、ちょっと慌てた感じになっちゃってた。スイッチ消えちゃってるなもんで失礼いたしました。さあ、2時を回りました。毎時頭にはですね、長崎に関するクイズをお届けしていこうという長崎クイズのお時間です。はい、まずは1時の頭に出題しましたクイズの答え合わせからいってみましょう。1時の問題はこんな問題でした。長崎市宿町にある長崎ペンギン水族館、ここにはなんと39年9ヶ月も飼育されていたペンギンちゃんがいました。さて、そのペンギンの名前は何でしょうか。はい、1番富士、2番銀吉、3番ペンペン。一番前に腰掛けてらっしゃるお父さんは一番の富士じゃろうって言ってましたけれども、と実際はどうなんでしょうか。正解は2番銀吉が正解だったんです。今一番前のお父さんがうわこういうなんかリアルにね残念がっていただけるのは嬉しいですよね。まだ お父さんまだ次問題あるからね、大丈夫大丈夫。このペンギンの飼育記録としてはダントツのなんと世界一を誇る。あ、いやそうなんだ。そんなに長く生きて愛されてきたということで、銀吉くんはキングペンギンという種類でした。2002年に老衰で亡くなりましたが、一般的には15年から25年と考えられているペンギンの寿命ではダントツの長寿だったということです。本当に長く愛されたからこそ、ね、はい、生きてたんだろうなというね。さあ、そして、はい、この時間たくさんの正解の方いただきましたけれども、当選者を発表しておきましょうか。はい、長崎クイズ第1問目当選者、チーズカステラの清風堂さん、太宰府店からですね、ミニカステラ5本セット見事当選したのは春日市にお住まいの受験がんばるさんです。おめでとうございます。ミニカステラ5本セットプレゼントします。頑張ってるから甘いものね、食べて元気出していただきたいと思います。お願いします。おめでとうございます。はい、さあ、それでは、この時間2時頭の問題に行きたいと思いますが、この時間のクイズの商品はこちらとなっています。島原市から届いています。創業元禄元年、松屋菓子舗の湧水の雫の詰め合わせをプレゼントしたいと思います。これはまさかの涼しげで美味しそうでいいですね。滑らかなこしあんをくず餅で包んだお餅です。創業元禄元年の松屋菓子舗さんからいただいています湧水の雫の詰め合わせですね、プレゼントさせていただきたいと思います。それではこの時間の問題はこちらです。諫早市小長井町を車で通っていると不思議なバス停があるんです。一体どんなバス停でしょうか。これちょっと僕は知ってます。三択でいきたいと思います。1、カステラの形。おー。2、お魚の形。おー。3、果物の形。さあ、どんな形のバス停があるんでしょうか。そうですね、ちょっとね、お父さんにもう一回聞いてみましょうかな。この問題は何だと思います。果物。3番の果物じゃないかなと。おー、なるほど。の予想が当たるのか当たらないのかといったところですけれども、諫早市小長井町を車で通っていると不思議なバス停がたくさんあるんです。一体どんなバス停でしょうか。1番カステラの形をしているのか、2番お魚の形なのか、3番果物の形をしたバス停なのか。さあ、行ったことある方はもうすぐピンと来てるでしょうけど、僕はビーンってますけど、私もビーンってます。ぜひとも一緒に考えてください。この時間のプレゼントは島原市から創業元禄元年松屋菓子舗の湧水の雫詰め合わせを